B1A4 サンズルから A ピンクユンボミまで、アイドルグループのボーカルたちが、意外な Q2。豪華出演、写真イコール各所属事務所、意外な Q2、アイドルグループの超豪華ボーカルたちが集結する。A ピンクのユンボミ、B1A4 のサンズル、G フレンドのユジ、ダブリーズのケイ、アイコンのジュネが出演を確定した。5人は、意外な Q、デイス軍、ジョンヒヨンム、ウンジウォンだと、クイズに挑戦し、視聴者の耳と目を虜にする予定で期待を高めている。毎週土曜午後6時25分に放送されている MBC、意外な Q は、本日、15日、アイドルグループでボーカルを担当しているユン、オミ、サンズルのほか、イソクグン、ケイ、ユジュ、ジュネで構成された第13回、第14回のラインナップを公開した。まず第13回には、イソクグンと B1A4 のサンズル、ラブリーズのケイが出演を確定した。3人は揃って、音楽シーンの豪華ボーカリストと言われているほか、特にイソクフンは前回の出演で、知っているだけ歌う歌、のコーナーで、表紙が何度も外れるチサンリョルを率いる、表紙トレーナー、に変身して笑いを誘っただけに、今回の放送でも大活躍が予想されている。サンズルやケイの活躍にも期待が集まっている。ミュージカルで共演した2人は、様々な音楽番組に出演した経験があり、人並み外れた音楽のセンスを持っているだけに、音楽関連クイズを当てる、意外な Q でどのような実力を見せるか、期待が集まっている。そして第14回にはユンボミ、ユジュ、ジュネが出演する。ユンボミは前回の放送で、最高のリアクションとモノマネで隠していた才能を披露しただけに、今回はどのような魅力で視線を独占するか関心が集まっている。そんなユンボミと同い年で、韓国トップレベルのアイドルグループのメインボーカルを担当している点が似て、イルユジュとジュネも、意外な Q でそのタレント性を思う存分披露する予定で、期待が高まっている。Qプレイヤー、出演者たちは、意外な Q 第13回、第14回の収録が行われる本日、15日の収録時間に、チャットアプリカカオトークの公式チャットでファンと交流できる。MBC 芸能研究所の SNS にオープンチャットのアドレスが公開される予定だ。猛暑を吹き飛ばす豪華なボーカリストたちで構成された新しい Q プレイヤー、イソクフン、サンズル、ケイとユ、ボミ、ユジュ、ジュネのクイズ対決は、韓国で7月28日、8月4日に放送される、意外な Q で確認できる。意外な Q、ワイス軍、ションヒヨンム、SECHSKIES ウンジウォン、ユセユン、SEVENT、EEN スングアンと共に、毎週様々な Q プレイヤーたちがクイズを当てる、視聴者出題クイズショーである。様々な出題者による既存のクイズ形式を乗り越えた、創意的で幅広いクイズが登場し、注目を集めている。